国立民族学博物館は2024年に50周年を迎えます。50周年を記念しまして、民博の創設期に携わってこられた名誉教授の先生方にインタビューを行い、その当時の歴史を記録として残すということを行っております。本日は本館名誉教授の松澤和子先生をお招きしております。松澤先生、本日はよろしくお願いいたこしちまらこす。そよろしくお願いします。先生は創設準備室の特別協力者、専門協力者ですかね。専門協で、情報システム部会にいらっしゃったと思いますけれども、その当時先生が民泊の創設に向かって準備されていた頃のお話からお伺いできればと思うんですが。そうですね。まずは民泊はですね、情報っていうことになりますと、大型のコンピューターを入れるということがまず最初にありました。ですから図書館もですね、梅沢先生はカードの引き出しですね、本を探すのにああいうものはもう絶対作らないと、全てコンピューターでやりたいと。それに対しては、私に何かその図書分類ですね、どうしたらいいかということを考えろということでした。でもまずは何しろアメリカにですね、イェール大学のキャンパスの中にヒューマン・リレーションズ・エリア・ファイルというのがありましてね、フラフですフね。ラフですね、フラフというのがありまして、そこで私は2年間仕事をさせていただいたんです。で、フラフの分類をやったわけじゃなくて、そこにいらっしゃったイェール大学の教授の、研究のお手伝いで、日本語文献を読んでというような、読んで英語に、センスの欲しい情報を英語にするということだったんですが、そのフラフっていう中にいましたので、その分類については皆さんとお茶の時間とか、お昼のお弁当、ご飯の時間とか、いろんなところでお話ししたり、向こうの方が問題、分類でこういう問題があるんだとかいうようなことを言われた時には、それを聞いたりですね、して、それに慣れてたわけです。で、自分も私の分野ではあまりファイルが充実してなかったもんですから、自分の研究にはあまり役立たなかったんですけれども、でもいろんなその周辺の民族のことなんかでしたら、そのファイルを使って情報を得るということもやりました。そういうなので、梅沢先生はそのフラフのコードを使って、何か民泊で利用できないかということを、図書分類とかですね、いろんな民族分類とか、それを中心に責任を持ってやってく先生れ。はそれを担当されてたんですね。そのイェール大学にいらっしゃって、そこから民泊とつながる。つながってくるきっかけも何かあったんでしょうか。それはですね、1968年でしたが、国際民族学人類学学会っていう、正式な名前はちょっとですね、あ、まあ、カラフ、あの、頭文字を取って インターナショ IUAES ナで、ルですか。インターナショナルユニオンオブなんとかって感じです。ちょっとそれは正しいのを調べていただかないと分かりませんけれども、それにイェールの先生と2人一緒に、イェールからまだ向こうにいたもんですからね、こっちへ帰ってきて参加したんです。その時に梅沢先生とお会いして、民泊っていうのか、大きな構想を考えてるんだということで、自分としてはフラフのファイルというのは民族学をやる上で非常に重要なので、あなたしっかり勉強して帰ってほしいというようなお言葉をいただいたんです。それまで梅沢先生とは特に。人文献で研究会があった時に3回ぐらい、私アメリカにいる時間の方が長かったんで、3回ぐらい参加させていただいてお目にかかったことはありました。なので梅沢先生としてはもう松澤先生がフラーフのに 本部おにい詳た。しいということをご存知で、こ詳れしで。くはね、それをやってたわけじゃなくて、そこの先生が、イェールの先生が、
Peoples and Cultures in Southeast Asia という本を作られるのに、はいはい、私は日本語文献を読んで、はい、そしてそれを英語にして先生に差し上げるというような、まあ、先生の欲しい情報を日本語文献から引いてきて、はいはい、で英語にしてお渡しするというような仕事をしていたんです。はいはいはい、でその先生と一緒にこう、はい、なるほど、はい、来たわけで、でまあ梅沢先生とも二人とも一緒にお会いしたりとかいうことがありました。はい、でもその時に民族学博物館できるということはおっしゃってませんけれども、はいはい、まあ構想があるという話だったんですね。はい、将来、はいはい、必要なんでということでした。その後先生また帰って日本に戻ってイエールに帰って、はい、であと1年いて。はい、それからシラキュース大学に、はい、東大でずっと文化人類学を教えていらっしゃったアメリカ人の先生が、はいはい、日本へ帰られアメリカへ帰られて、はい、そしてアメリカのどこだったかの大学にいらっしゃって、はい、その先生がシラキュースの専任で来られたんですよ、はい、教授で専任、ゴードン・ボールズ先生、ゴードン・ボールズ、そうです、はい、ゴードン・ボールズ先生ですがシラキュースに来られたので、はいはい、それで、まあ、私は台湾の少数民族の研究をしたいと思ってたわけですから、はいはいはい、それで日本の馬淵統一先生とよく、はいはい、手紙のやり取りで、はい、教えていただいて指導していただいたということがあるんですね。松田先生がその当時私がね、まだ学生でしたから、はいはい、それでその先生からですね、ゴードン・ボールズ先生が、はい、シラキュース大学に専任で行かれることになったんだというお手紙をいただいたんです、はいはい、それでですね、まあ、日本の文化人類学の状況というのをよくご存知であるわけですから、はい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 、それで、まあ、イエールの先生もそれじゃああなたここの仕事終わって、はい、そしてまあシラキュースへトランスファーしなさいということで、はい、シラキュース大学へ、ミシガンか、私、はい、ミシガン大学に最初は、はい、留学されたんですよね、はい、席があったんです、はい、でミシガン大学からイエールへ送られたんですよ。その日本語文献を、ね、読んでほしい先生がいるので、はいはいはい、あなたはそれはものすごいいいトレーニングになるから行きなさいということで、はいはい、そちらの方に行ったわけです。そしたらこちらにボールズ先生が帰ってこられると、はい、シラキュースに来られるから、はいはい、日本で就職するんだったら、はいはい、やっぱし日本のこと知ってる先生の方がいいだろうっていう、はい、そっちの方がいいだろうということで、それでシラキュースへトランスファーして、はい、でシラキュースでドクター終わったんです、はい、なるほど、はい、先生イエルフラーフの本部にいらっしゃる頃はまだミシガン大学の大学院の学生、はいはい、学生の身分そのまま置いて、あ、そうだったんですね、はい、だから文化に関するようなこと、はい、社会言語とかですね、はい、そういうのを全部やったんですけども、はい、私バイオロジカルアントロポロジーっていうのがものすごく苦手だった、はい、体のいっぱいあれが出てきてですね、なかなかね、はい、難しいけど、それを、はい、それをやらないで、はい、ちょうどフラフに日本人の人が必要なんだということで、はい、それでフラフにまあ、置いたんで終わってないんです、はいはい、でシラキュースに行ってから、はい、まあ、それをなんとか終わったんですけど、でもあれですね、その大学院生のこう立場としてそのフラーフ本部で働くっていうのはすごいなんか貴重な体験だったんじゃないかなっていうふうに、そうですね、はい、それでね、なんか6ヶ月ですか、はい、6ヶ月もうちょっと長かったですね、10ヶ月ぐらいいましたかね、フラーフからね、はい、文献調査で、はい、京大の人文献送られたんです、ね、で送りで、はい、京大の人文献の図書館で、はい、図書館というか図書で、はい、を見て、はい、それで情報を集めて、まあ、英語にしてフラフに送るというね、はい、それを10ヶ月足らずやったんですよ、はい、だから、はい、そのだから京大の先生とはそのいやその頃そのあまり親しくはならないですけど、はい、図書館に来られたりするもんですから知り合いになられた、はい、その頃じゃあ梅沢先生とかも梅沢先生はちょっと お会いしました。あ、そうですか、はい、なるほど、でも当時だと
今と違って例えばスキャンして送るとかそういうわけにもいかないでしょうから、もう全部AI メールで、はい、タイプ打ってですね、じゃあその日本語文献の内容を先生が英語に、はい、英語にまとめてタイプ打ってそれを送るという、もうすごい大変ですね、今じゃ考えられない大変なあれでした。そうですか、はい、でフラフでもフラフ本部でもじゃあそのタイプライターでまとめて、はい、タイプライターで、はい、その疲れていた先生に日本語を英語にする、はいはい、だからそれもね、はい、初めに書かないと、はい、英語を間違ったらあれ消すの大変ですよ ね、 すよね、今みたいに簡単に消せませんからね、パソコンでビッて消すわけにいかないですもんね、はい、だから英語をよく間違えスペル間違ったりいろいろするものですから、もう大変なお仕事でした。そうですか、はい、先生のこのアメリカの時代のお話になったのでちょっと少しその辺もお伺いしたいんですけど、はい、先生はそのもともとミシガン大学に留学される時ももうすでに人類学をこう志して いかれたんですか。はい、そうです、私は、はい、大学卒業しすぐ高校の教師になったんです、はい、人文地理だったんで す、 あ、 そうです、はい、それで、はい、まあそれをやってるうちに、はい、まあなんか文化人類学ってやりたいなと、はい、思って、で留学生試験を受けて、はい、まあ奨学金をもらえることになったので、はいはい、アメリカへ行ったんですね。もうその頃からあれですか、台湾に対するご興味があったっていうことなんでしょうか。ああ、そうですね、まあうん、でもその台湾がをやりたいというので行ったわけじゃないんですけど、はい、まあミシガンで出会った先生が台湾をやってらっしゃって、はい、そうだったんですね、はい、それでまあ私が少し興味があると言ったら、はい、あなた日本人だからね、はい、自分たちは日本語の文献読めないからね、はいはい、だから大変だけれどもやはり日本人だったらものすごいいい研究ができるんじゃないですかって言われて、それで台湾をやる。あ、そうなんですね、はい、ちなみに台湾の中でやはり原住民にご興味があったんですか。そうです、はい、だからでもパイワンはやっぱり原住民台湾の原住民の中でもなんていうんですかね、その大きいですよ、ね、はい、大きいグループだったですし、はい、それでちゃんと主張性っていうものを持っていたので、はいはい、まあそれでまたパイワン族をやってみようかなという感じで、でも初めはね、はい、その全体を知らないですから、はい、まあどこか行ってからと決めようと思ってたんですが、はいはいはい、その時に馬淵統一先生がね、はい、一番最初の台湾の県、はい、に行く時にご一緒してくださった、はい、あ、そうだったんですか。それは、はい、まだアメリカにいらっしゃる頃ですか。アメリカにいて帰ってきて、はい、それで台湾に行ったんですけども、はいはい、その時に馬淵先生が、はい、まあ、一緒に行こうということで、はい、くださったと連れて行ってくださったということで、はい、まあ、それはすごく大きな、はい、うん、はい、プラスです。なんていうんですか、はい、もう願っても、そうですよね、調査地、はい、こう案内してくれたりとかそういう感じですか、はい、先生の知ってらっしゃるところ村に連れて行ってくださったりとか、まあ、台湾大学で、はい、先生のお知り合いの方、はい、いろいろ先生紹介してくださったりとか、はいはい、まあすごく良くしていただいたんです、はい、それはイエルで、はい、問題があって分からないことがあるとですね、はい、英語に訳してたでしょ、はいはいはい、それでも分からないところがあると、はい、まあ、馬淵先生に手紙でですね、はい、聞いて、はいはい、指導していただいたということがあって、はい、ですから、はい、ちょっと馬淵先生とは、はい、やっぱしフラフにいたからですね、はいはい、まあ、もう関係ができたっていうのがあるんですか。できたということですね。それ以前は必ずしも馬淵先生とこう全然お会いしたこともないし、東京ですね、都立大学ですから、はいはい、私はもう京都ですからね、はい、全然お会いしたことはなかったんです。フラフ関係、フラフの仕事の中で馬淵先生に問い合わせる必要があって、はい、向こうの教授が、はいはい、台湾のことなら、はい、馬淵先生に聞いたらいいということで、まあ、紹介状を書いてくださったりなんかして、はいはい、それで分からないところがあると、はいはい、
まあ、これは英語ではどう訳したらいいのかっていう、はいはい、そういうのを分からないと、はいはい、あの先生にお手紙書いて、はい、その時もエアメールでお手紙書いて、はいはい、書いてくるという、はい、結構時間がかかりますね今じゃ考えられない。いや、でも、はい、ですね、でもそういう、こう、ま、今で言うと、まあ、少しこう大変なあのやり取りではありますが、はい、まあ、そういう関係だからこそ、なんていうか、こうより馬淵先生ともこう近しくなれて、はい、なんか最終的にはこうご調査もご一緒するぐらいのご関係になられた。はい、それでね、シラキュースに行ったらね、はい、また馬淵先生と非常に親しかった、はい、ボールズ先生というね、はい、アメリカ人の先生がそこにいらっしゃったもんですから、はいはい、もうその関係はとっても深くなった、なるほどご指導いただいたという、はい、本当にラッキーでした、はい、ボールズ先生もあの中国とかやられてましたね、確か。あのチベットとか、はい、なんか少数民族ですね、はい、はいはい、あの馬淵先生がボールズ先生訪ねに来たりとかいうこともあったんですか。それは先生は、ね、アメリカ人は全然来られてないですけど、はい、でもお手紙でね、はい、あのやり取りはずっと、はい、でそのシラキュース大学で博士号を取られて、で日本でご就職でお戻りに、はい、まだ私はフィールドワークが終わってないんです、はいはい、だから論文は書けなかったんですけども、はい、あの論文書く段階になると試験があるんですよ、はいはい、まあ、その試験だけをパスして、はい、それでフィールドワークをやって論文を書くということで比較をしたんですね、はい、あ、そういう制度があるんですね、はい、だから、はい、あのちゃんと、まあ、ドクターコースを完全に終わったという印みたいなもんですね、はい、その、はい、試験っていうのは、はいはい、それでそれを受けて、はい、それであの台湾でフィールドワークをするということで、はい、日本に帰国することになった。でもその段階ではまだ就職がどうとかそういうことではなく、でもね、日本に帰ったらですね、はい、まあ、フィールドワークって、なかなかそのすぐには行けないですよね。そうですよね、はい、まあ、それとね、特に台湾は、まあ、民泊に来てからですけど大変だったのは、はい、あの中国との関係が ね、台湾はね、はい、あのなんかもうあの科学研究費でも台湾研究費を出せなかったんですよ、はい、行けなかったんですね、はいはい、それで行くのがね、とっても大変でした。1972年に日中国交正常化した、その影響が大きいですね。その影響が出たんです。はい、だからちょうど71年に帰ってきたわけですからね、はいはい、ちょうど行きにくくなっちゃった、はい、できになって、はい、まあ、それでも何しろ日本で就職しないとはあれですから、はいはい、それでルーテル学院大学という東京の小さな大学にね、はい、あのまあ、ポジションを得て、はい、そこで教えていて、はい、でも、まあ、梅沢先生との関係は、はい、フラフのことで、はい、で、はい、あの委員会が、東京にも委員会があったんです。なんという委員会か今覚えてない。民泊創設準備室の東京分室、はい、分室っていうね、はいはい、で梅沢先生のお部屋もちゃんとありました、文部省の中に。そこによく訪れて、そしてその委員会 の、はい、その委員の中の一人に、はい、私一人若い、ね、あの何も業績も何もないものが、ね、いてね、あとは偉い先生ばかり、確かに、ね、メンバー見ると本当に、はい、当時のすごい大御所の先生ばかりですね。そうなんですよね、はい、まあ、だからいつも関西へ来て会議というわけにはいかないから、はいはい、梅沢先生が東京にいらっしゃって、はい、それでそういう方が全部集まられる中に私入ってたんです、はいはいはい、ご苦労されましたか、その当時のその準備室の、はい、もうなかなかもう小さくなってましたけど、はい、でもやっぱりでもフラフのことをご存知なのは多分先生が最もご存知だからきっと意見を求め、はい、られることも多かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それをどういうふうに、ね、あの分類するかとかね、はい、そういうことになってくると、はい、まあ、梅沢先生はもう図書分類にしても、はい、日本であるような民族分類にしても、はい、もう使えないから、はい、自分たちはコンピューターで、はい、あの何でも検索できるようにしたいので、はい、うん、まあ、あのフラフのコードを全面的に使いたいと思います。はい、はい、いろいろ修正するところとかね、はい、それはありましたけども、はいはい、
もうその創設準備室段階でもその図書分類の細かいところまでもう考えるってこと。細かいところまではいきませんでしたけども、まあ、大きくは、はい、あの OWC を使うとかそういうことを決めていったってことですかね。はいはい、そうです。その後実際こう民泊がこう作られるってなって、でそれで、はい、創設の時にの3月まで東京にいて、はい、創設されたのが6月だったと思います。はいはい、ね、で6月だって私6月には大学辞められなかったのでね、事業担当、自分の担当が、はいはい、ありますからね、はい、それでその3月で辞めて4月に民泊の、はい、なるほど、創設はのちょっと後ってことだったんですね。ちょっと後に、はい、その頃まだ建物なかったですよね。なかったです、はい、あそこの駅の向こう側の公園の2階か3階に万博の記念協会とかの中に借りてたんですね、はい、確か、はい、2階か3階、はい、2階と3階でしたかね、はい、はい、そんな感じでした。そこにじゃあ皆さん先生方が集まっていろいろ作業されてたんですね。はい、だから、まあ、人数は少なかったですよね、はいはい、まあ、もうすでにどなたかお話になっていると思いますけど、はい、人数少なかったですから、はい、まあ、これほどひどくはなかったですけど、はい、真ん中にちょっと広い部屋がありまして、はい、そこにテーブルがあって、はい、その周りがぐるっと回って、まあ、夕方になると、はい、まあ、時々梅沢先生が、はい、よく働いた時、倉庫でですね、はい、いろんなところから寄贈いただいた民族資料、はい、ものですね、標本資料、はい、標本資料どんどん来るんですね、はい、ありまして、はい、それがみんなもう埃だらけというかもうひどいみんなよそにあげるんだったらもう少しきれいにしてからくれたらいいのに思いましたけど、もうひどい状態で、はい、来たわけですよね、はい、倉庫の中で。それを倉庫もその教会の近くにあったんですか。いや、そこの、この辺ですか。駐車場のところにちょっと簡単な倉庫みたいな、はい、プレハブみたいな感じですかね、はい、プレハブのあれがありまして、はいはい、そこでその中で一つずつ取ってですね、はい、まあ布で拭いたりなんかしながらもうこれはそれはどこのもので、はい、まあ、私は特に台湾のものを中心にあれしたんですけど、はい、まあ、どの民族のものだとかね、はい、を分類していく、はい、台湾だとあれですかね、東大医学部人類学教室のやつが多かったりしますかね、はい、それから今すぐ名前が出てくる民族資料いっぱい集められた渋沢敬三ですか、はい、そうです、いろんなところからもう来ましたから、それを一つずつ、それを一つずつ見ながら、これは多分なんだろうって、はい、どこのものという分類を、はい、書くという、はいはい、仕事をしました。うん、プレハブだったら夏だったら暑いでしょうし、冬も寒いでしょうけど、どう大丈夫だったんですか。夏はもうタオルを首に、はい、かけて、はい、やってましたね。とても真っ黒になる。ああ、そうですね、はい。そうすると、で最後みんなで教会に戻ると、はい。それで上に2階戻って、梅、は、沢、い、先生が ねぎらってくれるみたいな、はい、先ほどの、そうですか。はい。なるほど。それ当時まだ図書資料は入ってきてない、ね、まだ入ってきてませんでしたね。まあ、どっかに ね、はい、積んであったかも分かりませんけども、はいはい、全然図書資料は いじってなかったです。で図書資料を見ることになって、はい、まあ、それはですね、やはりここはできてからですかね。できてからどんどん入ってくるようになって、ね、でないと場所がないですよ ね、向こうではね、はいはい、全部図書資料を開けるね、はい、ですから入ってきてここのところでやったんですかね、はい、下の方でまだ開けて、はい、その前に図書分類どうするかということがありましてね、あ、決めなきゃいけないってことですね、はい、分類しなきゃいけないですね、はい、それでまずはフラフの OCM コードというのを使う、はい、あと OWC コードを使って、はいはい、分類するというのを、はい、
まあ、手始めはね、はい、まあ、100冊ぐらいやってみてですね、はいはい、あちょっと試しにってことですね、試しに、はい、そしてそれがあのパソコンで、はい、あの検索とかするのにそれでいいかどうかっていうようなね、キーワードがちゃんと引っかかるかとかそういうこと、はい、そういうので、はい、初めは何泊か、まあ、100冊もっとあったかもわかりませんが、はい、何泊かをやって、はい、いました。それで梅沢先生と相談して、はい、まあ、ここのところではこういう分類になると、で、まあ、分類ものすごく難しくいろんな民族のことが書いてあるもの、はい、もの、はい、とかね、そういうものをいろいろ出てきますよね。あの一つの民族についてはあり詳しいけど、あとはたくさん書いてある、はいはいはい、そういうのをどうするかとかね、はい、まあ、コードがない、はい、あの地域が分かりますよね、あのちゃんと書いてありますから、はい、でもその民族がまだフラフではそういう、うん、使ってないから、はい、あのコードがない、はい、そしてそれをどうするかとか、うん、そういうのはもう梅沢先生と直談判。そうだったんですね。まあその頃はもう梅沢先生はね、はい、その官庁室なんてバンとありませんでしたからね。そうですか。じゃあ皆さんと一緒にこう作業されてるって感じだったんですね。はい。はい、もうあのものすごい親しい関係なんて。あ、そうなんですね。はい。まだその官庁室に人が訪れてくれとかね、そういうな感じじゃないですからね、はい、あ、まだ壮絶の、あの、仮住まいですから、はいはいはい、だからあのそういうな、まあ、分類の問題があったりなんかしたら相談に行って、これどうしましょうか、こうしようと思うんですけど、はい、いいですかと、はい、そんなに梅沢先生とこう実際こう話しながら、はい、あの今の分類が、はい、基礎みたいなのが出てきたんですね。そう、はい、だから新しいコードを作ったりとかね、はい、まあ、地域が分かってるから、はい、その地域の中のどこかに入れるということで、はいはい、まあ、はい、先ほど先生おっしゃってくださったように、そのいくつもの民族が出てくるようなものだと、はい、見て判断しなきゃいけないんですよね。あ、まあ、一応のざっと見て見ながらていけますよね。それを、はい、何百冊もやるっていうのは相当な作業ですよね。いや、うん、それでもまあ大体はね、はい、まあたくさん出てきても3つぐらいですね、多いのは。あ、3つぐらいコードを当てはめて、はい、3つぐらい民族取り上げてるという。あ、なるほど、ね、はい、そんな10も取り上げてるというような専門書はなかなかないですね。はい、はい、ですから、まあ、そういうものがね、はい、全般的な概論みたいなものだったら、それはもう W っていうね、はい、あのワールドの中に入れるとかいうことで、はいはい、あの分類やりました、はいはい、でそれは全部標本資料もその分類が使われますから。なるほど。じゃあ先ほど先生おっしゃっていたその倉庫でのこう受け入れ資料の分類もの時も、じゃあもうその、あ、はい、分類していってたんですか。分類の時はもう一応できてますからね、はい、それを作ってしまえば、はい、あとはあの倉庫の人がね、はい、その民族に当てはめてやってください、はい、っていうことなんですね、はいはい、だからそのフラフはほとんどそうですね、 80% か 85% ぐらいはもうそのまま使えるわけですよ、はい、ただその中にちょっと出てこないとかね、はい、民族名が違うとかね、はい、そのいろんなことが出てくるとそれを考えないといけないというのがあって、はい、あとあのこに日本ですとこう今だと今の図書資料ですとこう都道府県別とかにも分かれてたりもしますけども、はい、そういうのも先生方がやはり、あれは日本のちゃんとコードができてましたよね、都道府県別のね、ですからそれで日本は当てはめたんですよ。なるほど、はい、結構その民泊で新しい民族にコードを作っていったりするようなことがこうフラフ本部にこう採用されるというか、そういう関係もあったんですか。あ、それはなかったですけど、はい、言わないといけないというようなことはまあなかったですけど、はい、あの尋ねることはね、はい、あの民族名だとかね、はい、これは多分こういう民族じゃないかとかね、はい、いうことで、はい、尋ねることはいくらかありましたけれども、
その新しい民族っていうようなものはね、はい、フラフはね、はい、その資料のあるものを使ってファイルにしてるわけですよ、はいはい、だからその資料がたくさんないもの、あーなるほど、ね、そういう民族というのはその分類の中に入ってないわけですよ。だから地域が例えばインドならインドであったら、はい、インドの中のそのなんか小さいグループとかいうのであって、はいはい、それが必要ならば作るけど こちらで作っ付け足したということ、はい、なるほど、それもやりました、そういう仕事。あ、そうですか。あと民泊はフラフのメンバーにも、あ、メンバーに、ね、もうすぐにね、はい、メンバーに、はい、ちょうどね、はい、フラフのメンバーは24って決まってるんですよ。それって24、はい、メンバーというのは、はい、ファイル、紙のファイルですね、はいはい、あれを持ってるのは24って決まってるんですけど、はい、なんかコピーライトの問題があるんだ、あ、そうなんですね、だと思います、はい、それで24で25はフラフ本部ですよね、はいはい、でところがうまい具合にね、はい、どこでコロラドでしたかね、コロラドのどこか大学がね、はい、降りられたんですよ、生命、はい、フラフの何ですか、小さい今デジタルじゃない、このスライドみたいなやつで、はい、ファイルができてるのがあるんですよ、はい、紙はね、はい、コピーライトのあれがありますからね、はい、25以上はできないんですよ、ね、フラフ入れて25ですよね、はいはい、それしかできないから、はい、それが欲しい、そのフラフファイルを使って研究したいというところは、はい、みんなマイクロフィッシュへのメンバーであるわけです。なるほど、だからマイクロフィッシュへのメンバーは、はい、たくさんあったんですけども、はい、それはいくらでもマイクロフィッシュでできるんですけれども、ペーパーをコピーでして、はい、形になってると、ると紙になってると、はい、もう25っていうのが決まりで、ちょうどその、はい、やめるところがあったんですよ、はい、マイクロフィッシュに変わるところ、ね、変わるからもう紙じゃなくてもいいっていうところがあったんですね。お金のことだと思う、はいはい、それで民泊がそこに入ってる。兄弟を元から日本で唯一の兄弟メンバーだった。じゃあ先生もその民泊がそのフラフに加わるのにもご尽力されたって、まあ、まあ、フラフにいたもんですからね、はいはい、だからフラフの理事のメンバーに入ったんですよ、はい、なるほど。じゃあ先生が、ね、民泊のではそのフラフメンバーのこう理事だったんですね、はい、だからメンバーになるあれだったから理事、はい、理事として、はい、まあ、理事会に毎年4月に、はい、全員集まって、はい、理事会で1年間の計画、どういうものをどう、はい、資料とするかというようなことですね、はい、議論が、はい、なされるんですよ、はい、それから、まあ、やり方についてのいろんな注文も出てきますし、はいはい、そんな会議が、4月に、3日間ですか、毎年やられてますね、はい、でそれは民泊から、はい、送り出してくださって、私は理事としてフラフに行ってたんで、はいはい、まあ古巣みたいなもんですから、そうですね、元職場ですもんね、はい、結構そのフラ紙からそのマイクロフィッシュに変わったりとか、さらに多分 CD ロムに変わったりとか していくんだと思うんですけれども、うん、まあ、紙はね、はい、もうずっと紙なんです。それは保存しておく、はい、もうずっとね、はい、でもマイクロフィッシュはどんどんとメンバーが増えていったりとかなんかしましたけど、はいはい、集まるのはその24の国の24の機関の人、その機関の代表ですね、うん、そこでいろいろ決めていくんですね、はい、そう、次にどういう民族を取り上げたいかというようなこと、ファイル作った方がいいかもしれないと、そういうことですね、はいはい、それからその元になる資料ですね、はい、どういう素晴らしい民族誌が出版されたから、はい、これはぜひ入れないといけないとか、はい、まあ、そういう話が出てくる。なるほど。これはいつぐらいまで続けられてたんですか、先生はその理事として、そのいつ民泊をご体感されるまでずっと、だいぶちょっとそれはちょっと
ょっと思い出せないです。大丈夫です。だいぶ長くやりましたけれど、はい。今はあまり、今も理事出してないですよね。もう、出せないです、はい、出せない。今どうなってるかちょっと、はい。はい、それでそのフラフのコードを使って図書も、ね、はいはい、分類するという、はいはい、ことにご尽力いただいたということですね。いや、おかげさまですごく現在もすごい使いやすい図書室になっていて大変ありがたく思っています。はい、それはここできて図書資料がどんどん入ってきてっていう、まあ、初期段階がそういうお仕事が主に多かったってことですかね。はい、もう初期段階はもういろんなところから入ってきましたよね。はいはい、それをじゃあもうこう分類していくっていうのが、はい、分類してくださる人を育てないといけなかった。ああ、なるほど。そう、私一人でそんなできない。そうですよね。で、図書係の人たちと図書館の人たちと、はい、一緒に話し合って、はい、でまあ、問題があったら、はい、問題のあるものをちょっと積んどいていただいて、はい、で、後で皆さんと一緒にディスカッションしながら、はい、これはこうした方がいいという、はい、ことで、はい、なるほど。いや、すごい大変な作業なんだろうと思います。そのデータをどんどんコンピューターに入れていってたんですね、当時は。はい、コンピューターに入れて、はい、そうです。だからもう梅沢先生はもう初めから何もコンピューターまだ全然来てない、はい、何もない時からコンピューターを使うからということ で検索もやるからということだったんですけど、はいはい、私コンピューターで触ったことない。あ、そうだったんです。すみません。いえいえいえ。そんなにコンピューターでまだそのアメリカでもなかったですからね。あ、じゃあそう、かなり、じゃあその梅沢先生のお考えはもう先進的というか、新しい発想で、新しいところに、はい、あったと思います。はい、だからドクター論文書く時でも、はい、タイプライターだったんですよ。 IBM の電動タイプライターですね。で、打ち間違ったら、はい、ちょっとその1ワードとか2ワードぐらいは消せますけども、はいはい、あと消してね、はい、っていうわけにいかないですよね。はい、だから論文書くのも薄い時間かかって、大変でしたけれど、そう思うとまだ一般的にはそういう時代にもかかわらず、なんかその図書館としてはすごくデジタル化を進めているっていうのが、ですからね、はい、まあちょっとその IBM の電動タイプライターが民泊に入ってきたのが、はい、75年があれですよね。だから78年か9年ぐらいですね、80年前ぐらいですね、一つ入ってきたんです。はい、もうみんな研究者取り合いですよ。その場所を取らないと。そんなに貴重なものだったんですね、当時まで。はい、当時先生方は各研究室にタイプライターをお持ちだったんですか。はい、タイプライターはあったんです。でも電動のはなかった。電動のタイプライターで IBM のやつは1行ぐらいだったらね、はいはい、消せるんですね。パッと消せないですよ。はいはい、なんか消す、こんなリあれが、なんていうんですかね、白い粉のついたあれがあって、それで同じものを売ったら消えるということですよね。はい、ちょっと私そういう機械のことをうまくよう説明しませんけど、それが一大民泊に入ったネタも、はい、もうそれも順番研究所の順番待ちですよ。なるほど。いや、なんか、はい、大変でした。でもそれからは早かったですね。あ、その発展があったんですか。はい、もうワープロが入ってきてみたいな、そういう時代ですね。ワープロが入ってきてって、はい、はい、すごく早かったです。懐かしい、はい、懐かしいです。大変だったんですよね。多分大変でした。なんか100万超えたんじゃないか。私はね、はい、英語で論文書かないといけなかったでしょ、はい、100論文を、ね、だから自分で IBM の買ったんですけど、はい、なんかすごく高かったの。あ、そうですか。家で先生、博士論文はこう民泊来られてからじっくりかかられたんですね。調査もできてなかったんです。はいはい、その時にまた
ね、中国との国交があれしたんですよ、はい、あそれでまた台湾行きなかなか行けなかった先生初めて台湾に調査に行けたのは何年代になってからですか。帰ってきた時72年ですね。その時は一応行けはしてますね。その時はまだ行けたんですね。それが馬淵先生とご一緒に行ったその時にも、まあ、行くのはね、はい、あの旅行で行くっていうので2週間だったかな、はいはいまあ、行けたんですよ。あこの長期の調査が許可が出ないんですかね、はい、その馬淵先生と行った時ももう台湾族のところに行ったんですか、はい、そうですか、はい、もうあのいろいろな方知ってらっしゃるので村行って東木の家に行って、はいまあ、あのお話しする、はい、馬淵先生が来られて、はい、みんなうわーって言うので村の人が集まってくるというようななるほどあれでした、はい、ではその後また民泊に来られて台湾での調査も続けられて、はいはい、でハコロンとして、はい、でもなかなかね調査続けられなかったんですよね。その政治的な問題も長期に行けないのと、うん、あの科研とかがね、はい、取れないだったんですよね。台湾研究だとってことですね、はいはい、だから随分かかりましたけど、うん、まあでも 何度か行きました、はい、向こう行くともうみんな日本語が上手で、はい、ああそうですね当時だとおそらく現地語がなかなか覚えられなくて大変です。台湾語もやられてんですか。はい、やってたんですけども、はい、もうなかなか文章としてはものすごく単語としてはね挨拶とかそういうちょっとした会話、はい、当時どうでした。先生初めて台湾に調査に行かれた時なんかこうご苦労されたりとか。あもう なんか台湾日本じゃないかとそうですかあのあれですよね、台湾の人は台湾語っていうのが福建語ですよね、はいはいはいうん、ところがテレビの、ね、放送は全部ね北京語なんですよ。そうですね、分からない人っていうのが多くいらっしゃる、はい、町の人分からないですね、はいはい、だからそうするとねあのなんか日本語のなんかニュースが入ったりとかね、はい、あそっちの方がみんな分かる分かるあなるほどそういう時代なんですだったんですね、はい、だから北京語っていうのはね、はい、もう台湾の人たちはものすごく苦労されましたね、はい、そうですよね。あのみんな日本語教育受けてらっしゃるでしょ、はいはい、大人の人はですから、はい、あの北京語はなかなか、はいしばらくは根付きませんでしたね、はい、でもあの当時 のパイワン族が住んでるような山の方だと行くのも大変だったり、大変大変でした。すごい時間がかかるでしょうし、時間かかったよりも道が悪いとかですか。道はねどんな山の道でもね、はい、まあ、あの私もよく登山やりましたから で、ね、できるんですけども、はい、川のところにね、はい、丸太が3本ぐらいで橋がね、そういうこれ渡るのが大変なんですよ。怖いですね。怖いですよ、どこも落ちてこないですから、はい、だから前と後ろに、はい、あの現地の人、ねはい、男性がついてくださって、はい、って思って、はい、行くっていうような、はいはい、こうはつなげないんです、ここをつなげないああこう前の人と手つないでいくみたいな感じ、はい、あとこう当時もまだあの今でこそ結構女性の人類学者も多いですけれども、当時だとこう女性一人で調査も大変だったんじゃないかっていう気もするんですが、それはあまり感じません。台湾では、はい、台湾行っては感じませんでしたね。そうですか、はい、どこの家でもまあまあ、だから女性としてまずは入っていく、はい、だから一緒にお料理するとか、はいはいね、そういうことで、はいまあ、家族の人たちや村の人たちと親しくなるというね、はいはい、その後はもう大丈夫でした。なるほど、はい、その後も先生継続的に台湾に行かれてる感じですね。あのはい、短い調査とか短い時間でね、はい、なかなかあの科研費とかは台湾研究で、はい、取れなかった、出しにくかった、はい、
まあ、今は知りませんよ、もうずっとこの何十年か、はい、私そ、僕そのお話をお伺いするまでそういう時代があったことを知らなかったので、あそうなんだと思って、いや本当大変、当時の台湾研究は大変だったなというふうに思いました、はい。まあ、台湾の人をみんな歓迎してくれて、それをまたね、はい、いけないのはみんな日本語がすごい上手だった、はい、だからどこ行っても日本語で通じるというのがもう何しろ、はい、まあ、ね、みんな北京語なんか話せる人は村行ったら全然なかったです。あれですよね、その国民党と一緒に来た人たちですもんね、その、はい、いわゆる外省人とかは北京語だけど、はい、もともといる人たちはみんな、はい、でもラジオとかね、はい、テレビとか全部北京語でしたけど、はい、でもね、普通大人のはみんなわからない、はい、っていうような感じでしたから。当時まだ戒厳令が出てたと思うんですけども、なんかそういうことの影響ってなんか感じたりはありましたか、先生が調査に行くとかで当たって。それはあまり感じなかったですね。まずは中央研究院の民族学研究所というのがあるんです、はいはい、そこに行って、まあ、所長からですね、はい、入山許可のあれを、はい、まあ、許可をもらうために、はい、こういう人物だということを、はい、書いてもらって、はい、それを警察に持って行って、はいはい、許可してもらうというような感じでした、はいはい、なるほど。民主化した後の変化とかってありましたか。90年代ぐらいに入って、その戒厳令が終わって、こう台湾がこう民主化していくと、それからは楽になりました。台湾行くのももっと楽になった、はいはい、もうあまり問題なくですね、はいはい、どこも山の村にでも行けるようになりましたし、はい、もう今だと許可とかいらないですね。許可は一応ね、はい、中央研究院の民族学研究所でちゃんと許可、こういう目的で、はい、っていうことでちゃんと許可もらって、はい、でそれを警察に見せたら、はい、もう、まあ、好きにやってくださいって感じなんです。なるほど。その調査のお話を聞けて、当時の状況が分かって、とても面白く聞かせていただいたんですけれども、調査が難しかったっていうことと関係して、台湾の展示、台湾資料のこう民泊での展示も結構難しかったんじゃないかと思うんですけれども、その辺先生どういった、はい、それはですね、はい、台湾のものというのたくさんあるんですよ、はい、たくさんよそからね、こう寄贈してくださってね、はい、いいものがたくさんあるのにですね、はい、それが台湾というので展示できなかったんですよね、はい、ただだから、はい、東南アジアの中にね、はい、比較参考資料としてね、はい、東南アジアの展示の中に、はい、比較、まあ、東南アジアで言っても、はい、まあ、いろいろありますけども、はいはい、比較できるようなところにその台湾のものを置いて、はい、その台湾の、はい、台湾という名称を書いて展示したんですよ、はい、そしたら開館のね、はい、開館の、開館が水曜日は外からの、はい、記者団ですか、プレス公開みたいな、はい、プレスの人が来られて、はい、その来られて、その次の木曜日から開館になったでしょ、はいはい、その時にね、月曜日にね、はい、梅沢先生から電話がかかってきてね、はい、台湾の資料がね、はい、その東南アジアのところにあることがね、はい、問題だと、今からね、はい、すぐそれをね、はい、のけてくれって言われて、いやいや、それでその、はい、ラベルをね、はい、比較参考資料という名前を入れてくれと。あ、なるほどその東南アジアのところに台湾があるっていうのはね、はい、これはね、ものすごく問題だということが分かったと。それで中国政府が怒るってことですねそれで、はい、比較参考資料と入れてくれということで、はいはい、まあ、呼び出されて、はい、火曜日、水曜日呼び出されて、比較参考資料の、はい、っていうラベルをつけてたんですはい、もう開館の寸前でしたけどそうですね、当時まだ中国地域の展示場がなかったですもんね、なかったです、
でしばらくはじゃあもう東南アジアにその比較参考資料として台湾原住民の資料が置かれてたんです、はいはい、でもあの取り除いたものも変えられるものは変えて、はいはい、取り除いたものも全部ありました、はいはい、その後中国展示場を作っていくっていう時は台湾の扱いって先生方どう？もうそう、もう全然あの台湾はのもう入れないっていう話になってたんですか、はい、それで私は特典をやったんですよ、はい、そうですよね90何年かね、はい、で特典をやったところで台湾のものを全部出したんですよね。ああじゃああれが、まあ、始まりというか、はい、今の台湾資料展示の、はい、あそうですか。いっぱいねいろんないいもの持っててね、はいはい、それが出せないというね、はい、まあ寄贈されたものほとんどですけど、はいはい、まあ、残念だから一回は台湾展示をやりたいということで、はいはい、台湾展示をやる。あの先生のその当時の企画展の名称だったと思いますけれども、はい、企画展 はい、それをやられるにあたってはその政治的なそのなんていうかクレームとか来なかったんですか。あその時はね、はい、もう来なかったですね。あそうですか、はい、台湾展示をやるということでね、はいはい、もうそれやれるかどうかということで、はい、でもまあ、 あの問題ないということでしたから、はい、台湾だから台湾がどこという中華民国とかそんなこと言わない、言わない、全然言わない、はい、ね、台湾という地域として地域の文化、はい、民族のことを紹介するんだってことですね、うん、いやなるほど、そのいろいろ政治的な問題、はい、そういう意味では本当にこう今の台湾展示のこう基礎というかその道を開いてくれたのは先生だっていう感じです台湾展示今ちょっと中国のところにね、はいはい、ちょっとありますよね、はいはい、当時はそれもなかったんですもんね、はい、もともとはなかった。その先生 その企画展やるにあたっては収集もやられたんですか。いやもう収集はね、はい、もう民泊の中にたくさん資料ありますからね、はいはい、もう収集しなくて もう 十分使いました。まだちょっと大きいものはね、はい、あの天理の資料館から、はい、参考館からですか。お借りしました、はい、台湾から借りてくるとかはなかったんですか当時は。それはちょっとあんまお金がかかりすぎて。確かに、はい、あの闇族の船とかね、はい、ね、はい、ああいうのも天理からお借りをしました、はい、結構その展示の企画にあたっては政治的じゃないところ以外でご苦労されたところとかは終わりですか。まあ、何でしたかね。まあ、だから中華民国とかそういうのを使えないですからね。ああいろいろ説明をちょっと工夫しなきゃいけない。説明のところではかなり気を使いましたね、はい、それで梅沢先生も呼んでいただいたと思います、はい、なるほど、あの大丈夫かということですね、はい、でも台湾の資料というのは日本はたくさん持っててね、それで皆さん寄贈してくださったから民泊にもたくさんあるんですよね、はい、そうですね、古いものというかその戦前のものっていう、戦前のものですよね、はい、だからそういうのがこうパッと出せないというのは確かにあのもったいないですもん。もったいない。いやでもあの先生のおかげで台湾台湾展示がなんかこうできる方向になって、あの、まあ、いつの日か良かったです、はい、先生です、あの情報部会系のところにしばらくあの民泊できた後も委員会とかあの入っていらっしゃったと思うんですけれども、はい、そっちですとその図書分類とか標本分類以外で情報なんていうか、例えば映像とかそっち系も先生担当されたりもしてたんですか。映像は担当してないです。まあ台湾の映像、古いのっていうのはね、白黒の写真であるっていうのはありましたけれども、はいはい、その、はい、あまり映像資料っていうのはなかったと思いますね、はい、なるほど、
先生、結構その民泊ができるこう前から民泊にずっと携われて、こう民泊を見て支えて、かつこう見てきてくださっておりますけれども、この、まあ、大きく変化してきたと思うんですけれども、昔と比べてどうですか？その開館当初とかと、あと先生が神戸女学院に移られる前ぐらいまでの間の変化っていうのは、先生から見るとどのようにお感じになられているかなと思いまして。ああ、ちょっとどうでしょうかね。まあ、初期的な 時はね、はい、やはり私たちはもうどうしても民族資料、はい、資料そのものに触るとかね、はいはい、まあ、映像もそうですし、はい、なんかそういうことっていうのはね、業務上しないといけない、うん、研究者として、はい、その自分の研究室でね、はい、なんかやってるだけじゃなくって、はい、民泊としての、はい、なんかその台湾資料がどういうふうに使われるかとかね、はい、そういったことで、まあ、展示はその最たるものですけども、はい、まあ、そのために、まあ、どんな資料があるかということは自分の中でこう考えないといけないし、はい、資料に対して、まあ、自分が集めてきたものじゃなくてもね、はいはい、資料に対して情報を書く、はい、うん、っていうことはね、はい、やっぱり重要な仕事だったと思うんですよ、はいはい、だからそういうふうなのがかなり初期的にはずっと80年代、はい、まあ、その結果として私は展示をやったんですけども、はい、まあ、そういうものを、はい、ね、現地調査に行って、はい、それで論文学とかじゃなくて、はい、民泊にあるものを見てっていう、あ、そこから出せる成果を、はい、なんか出せない、まあ、それ成果を出すというのは、まあ、私は展示をやるということで、はいはい、まあ、論文だけじゃないって、さまざまな形 で、 ってことですね、はい、うん、そういうことを思ったんですけど、やっぱしそういう仕事っていうのはね、はい、研究者に、はい、かなり強く期待されていたと思います。その民泊の中でっていう、民泊の中 で、はい、で台湾なんていうのは日本統治期がありますからね、はいはい、だから資料がいっぱいあるわけですよね、はい、そうです ね、 ね、でこの資料に対してやっぱり情報がないとね、はい、そのでコンピューター化するわけですよね、そう、はい、そうしないと、はい、広く使えない、はい、自分だけのもんじゃないという、はいはい、まあ、梅沢先生はそういうことをしょっちゅうおっしゃいましたから、はい、だから、はい、その仕事っていうのはかなりやりましたね。あ、情報を書くっていうのはそのデータベースに入れて、ね、その説明書いたりとか、はい、で民族が何かとかそういうことをデータベースに入れるというかね、まあ、はい、その前に、まあ、もちろん文字で書ける、はいはい、民泊にはたくさんあるから、はい、そのあるやつについて何かやっぱし書くって、はい、ちゃんと残すというのはね、はいはい、よそから来たものというのは、まあ、分からないものもあるんですよ、たくさんの、はい、まあ、まあ、パイワン族のものとかタイヤル族のものとか、はい、そんなのは分かるんですけども、はい、それがどこでどう収集されたかというのはね、分からないものがあるんですけども、はい、まあ、それは大体でもいいから、どこのものとかっていうのはね、はい、こうないと使いようがないですよね、はい、民泊として持ってても、はい、でそれは台湾のものというのはかなりたくさん来ましたね。あちこちからそうですよね、寄贈していただくというのか、はいはい、それを、まあ、他の、まあ、大学共同利用機関というのもありますし、他の大学、他の研究者とか、あるいは一般の人とかが、はい、一般の人も多かったですよ、はい、台湾で住んでたとかいう人たちね、はい、くれたりとかってことです、はい、そういう意味ではそういういろんな人にこう民泊にこう寄贈してくださった資料がこう使えるように準備、はい、していくっていうのが使えるためにはまずはね、はい、どこのものかって書かないといけないです、はい、ちゃんと
ものと向き合って、はい、で情報を書き出していくっていうことがすごい、わからないものもありましたけどね、はい、キセルなんかっていうのもね、今いっぱい彫刻したり、はい、いうのもたくさん出てきましたね、はいはい、まあ、でもあの台湾の民族いろんなあの原住民族のあれを知る、文化の違いを知るというのには私にはあのすごくあのありがたい仕事でしたけど、はい、先生はそのもともとその物質文化というかその標本資料みたいなものにもご興味がおありだったんですか？全然なかった。あ、そうなんですね。まああのね、台湾族なんかはすごい彫刻を持ってますからね、はいはいはい、だからそういうのはもうすぐ興味があったんですけども、はいはい、そんなキセルとかね、はい、なんか細かい、はい、あの織物っていうのもありますよね。あ、そうですよね、はい、聞いてるのね、はいはい、なんか、お酒飲む、お仕置きっていうのもかなり好きで、連敗とかもありますね。連敗はありましたね、はい、連敗はたくさんあります、はい、うん、じゃあそのでもまあ民泊にいたらそういうことはね、はい、まあ、勉強できるから、はい、まあ、その機会を与えられるから、はい、それはいいことでした、あの広く知ることにはね、はいはい、ただなかなかフィールドワークに行けなかったのが一番私にとっては残念でした。あ、その政治的な問題があってってことですね、はい、なるほど。例えばちょっと近い他のところに行こうとかいうことも近い、例えば沖縄に行くとかですけど、いや沖縄はちょっとやっぱり違いますかね、やっぱりインドネシアとかフィリピンでしょうか。あ、そっちの方が、うん、中国でもないですもんね、どっちかというと、はい、そういうところで先生あの共同研究ではハルマヘラにもご調査行ったりとか、はい、東南アジアの方にも行かれているかと思うんですけど、はい、まあ、そうですね、でもやっぱりね違った民族をね、はい、それを自分があの研究するというんじゃなくてもね、はい、やっぱり知るということはね、はい、私は大切だと思ってるんですよ、はい、だからその台湾だけを知るんじゃなくてね、はい、だから一毛先生がハルマヘラに行くって言われたから、はいはい、もう手を挙げました。あ、そうだったんですね、はい、あれは手を挙げたんですよみんな。あ、そうなんですか、はい、それで、はい、佐々木孔明先生と和田先生という教授がいて、はいはい、一毛先生の助教授と私と、はい、それからあの大御さんという明治学院ですか、はい、に行かれた方と、はい、もう一人吉田修司さん、はいはい、それで春間へ行きました。もともと台湾で調査されてた先生がその違う地域に行かれると どうでしたか。あ、違う、まあまあ、ちょっと一番困ったのは、はい、あの言葉ですね。あ、ね、ハルマヘラ行ってもこの、はい、そのなんかこう辞典とかね、はいはい、作られた研究されたものがないから、はいはい、もうゼロからやんなきゃいけないですね、うん、まあ、インドネシア語がね、はい、ちょっと通ずる人がいたから、はい、当時ですと、やはり、なんていうんですかね、調査時、結構ご苦労されることも多かったですか？その、住むところとかが大変だとか、なんかそういう。まず第一ね、はい、こんなこと言ったらあれですけど、トイレがないことです。ああ、そうなんですか。で、あの、お風呂もないですよ、はい、あの川とかに行って水浴びとかそういうことですか。はい、みんな自分たちで水浴びしてる、はい、まあ、見たことはないんですけど、はい、それで石毛先生が村人にあれしてあの囲いを作ってお風呂あ トイレをまず作って、はい、お風呂もあのお湯を持ってきて、はい、あの大きな洗面器、はい、横に入れて、はい、体拭くとかね、はいはい、まあちょっとかぶバケツにお湯入れてそれをかぶるとかね、はい、まあ、そういうのはちょっと頭洗ったりとか、はい、まあ、そういうことはあの考えてちゃんと石毛先生が作ってくださいました。そうだったんですね。なかなか大変、はい、
大変な。で何もね会議っていうものがないですよね。ああ全部開けっぱなしなんですか。だからね、まあ、一応扉みたいなものはあるから、はいはい、そ閉めてますけども、はいはい、まあ、入ってこようと思えば入ってこれる、はい、それで私と一番お年の大きかった和田先生とが一緒の家に、はい、あの部屋は別個でしたけど、はいはい、あの一緒の部屋に住むことになって、はい、そこが本部だった。なるほど。みんなが集まってそこでご飯を食べる、はいね、あの寝るのはみんなそれぞれ村の家へ行かれた、ね、はい、男性軍は、はい、なんかあのそういういろんな苦労はありました、はいはい、台湾のご長さんの時はあんまりそういう住環境住むところで全然困ることってなかったんですか。なかったです。あのもう日本当時があるでしょ。あ前に、はいはい、ですからちゃんとねそういうお風呂も行水っていう、あ、はい、行水する場所がちゃんとあってね、はい、家の中にね、はい、水が流れるようになってて、はい、でそこでお湯をして、はい、行水するっていう、はい、でちゃんとトイレもあって、トイレもちゃんとあって、そうなんですね、トイレをどんぐらいちゃんとありましたね。あそうですか、はい、これは日本の大きな影響だと思う。なるほど。でも食べ物とかは全あのああ合いましたか、その台湾では。ああ問題はなかったですね、はい、うん、そうですか。まあ、あのもうあの豚一匹殺すとかね、はいはい、そういうのをよく見ましたからちょっと食べるの大変でしたけど、まあでもはい、問題なく行きました、はい、先生あの、はい、どんなに時間経ったかしら、あの今おっしゃってくださったようにその民泊でこの、ま、もともとは必ずしも別に物質文化にご興味があったわけではないけれども、民泊にいらっしゃってそういったことと向き合って、まあ、そのがこう重要だっていうことがあのよく理解できたんですけれども、まあ、そうした先生のご経験を踏まえてこう今後の民泊に向けて何かこうメッセージというかそんな大きなことは考えられないですけれども、例えばあのその先生関わってくださったようなこうフラフとかも、まあ、だんだんこうオンラインとかでも利用できるとかになってくると、またちょっと例えばあの図書資料も電子ジャーナルが出てくるとかに、まあ、そういう、 こう情報をめぐる状況が変わってきてはいますけれども、まあ、そうしたことも踏まえてとかで先生のこうなんかこう お考えしていることがあればぜひ我々にあの聞かせていただきたいなと思うんですけれども、やっぱりあの図書なんかは今、まあ、もちろんどんどん新しいね、はい、ものが出てきますけども、はい、あの一応あの分類で図書は配下されてますよね、はいはい、でそれは今問題大きな問題にはなってないですね、うん、はい、だからそういうまあ、あれはだと使えると思うんですけども、はい、うん、そうですね、まあ、それに配下できないようなものがたくさん出てくるというような状況には、うん、そんなに早くならないんじゃないかなと、はい、私からあれでいけるんじゃないかなと思いますね、はい、だけどどうでしょうか、うん、民族史資料というのは皆さんが今研究されてきてそのされたやつというのは民泊にはなんか残るんですか、はい、そのものですか、はい、ものというかそのデータというか、ああなんか論文に書かれたら論文としては残りますよね、そのフィールドノートとかそういうことですか、フィールドノート、うーん、だけどもあのそのフィールドノートとかいうのはね、はいはい、あのご自分が使われるときはやっぱりご自分のテーマに合わせた、はい、あの治療っていうのは使われますけどね、はいはいはい、その時にこう見られた物質文化とかね、はい、その人 の、はい、の生活のなんかの一部とか、はい、なんかそういうようなものっていうのはもうあのフィールドに行かれたら、はい、実際も
見るものですから、はい、残ってるって、はい、そういうのを書き残されるところというのはないんじゃないかなと。そうですね、そういう全員がやれるかちょっとわからないんですけども、そういう意味で言うと先生がおそらく携われた馬淵宗一先生のアーカイブスとして、その先生が残された資料っていうのが今民泊では公開されて見れるようになったりしているので、はい、そういう形でそのやっていけるかもしれません。やっぱしここではね、展示するものというのはものですよね、はいはいはい、だからそのものの背景にある社会というのをね、はいはい、こうやっぱしどこかで、はい、学べる、はい、というよう な、はい、なんか装置というのがないとね。あ、なるほど。なんか、その論文とかそういうことだけではなくってことですね、そんなものがやっぱし、はい、検索できる、はい、一般の人がですよ、はいはい、私はやっぱし一般の人が興味を持ってもらう、はい、ということが重要だと思うんですね、はいはい、だから一般の人がそういうものを民泊に来たら、はい、映像のあれがありますよね、システムが、はい、ビデオテイク、ビデオテイク、はい、ビデオテイク、はい、そうビデオテイクがあっても、はい、あれは限られますよね、数があったことですか、うん、はい、入ってるものというのは ね、 そ、 で、はい、ね、でそんなにいつも更新できるわけじゃないですし、はいはい、だけども何かこうスプーンを見ても、はい、あっても、そしたらそういうものすごい大きなスプーンがどんな時に使われているのかというのがこう見えるようなね、はい、誰かが本当に研究者の人が現地に行かれて調査している時に、はい、その現地ので、まあ、医師の皆さんと食事をしたりされるような写真みたいなものがね、はい、こう少しずつでも積み重なるといいなと思うんですけど。なるほど。民族史として書かれたものとかね、はい、そんなんじゃなくて、はい、手元にあるものでね、はいはい、まあ、論文としてはその中に入れ込めない、はい、入れ込めないけどフィールドワークで経験した写真があると、その生活のこの一部とか、うん、そういう何気ないことでもいいからっていうことですかね、はいはい、確かにそうですね、ね、そういうものがね、それがみんなが、はい、例えばお酒を飲むとか、あるいはなんか家族で集まって、はい、まあ、何かいろんな家族集まって食事してるような場面があるとかね、はい、そういう写真っていうのはね、はい、フィールドワークやってるとやっぱりその写真撮っちゃうじゃないですか、はいはい、自分の論文には関係なくても、はいはい、そういうものがなんかこう、蓄積されるといいかなと思うんですけど、はい、それは展示場にそういうのがあった方がいいっていうこと、うん、展示場には、まあ、はい、その中のね、選ばれたものっていうのはね、はいはい、展示場にね、はい、展示場で誰か検索してね、はいはい、見れるようになったらいいなと思うんですよ、はい、どこの民族って、はい、今なんか普通の人が行かないようなところに行く人もいるでしょ、はいはい、ね、だからそういう人に、まあ、私たちが研究で行ったところもね、はいはい、なんかそんなものが出てきたらいいかなと思うんですけど、確かにまだこう物はたくさんありますけど、うまくその使われている様子とかが、はい、伝わらない部分も多いかもしれませんね、うん、今のだからね、はい、今私が言うのはこの例えば器があっても、はい、なんかその壺があっても、はい、なんかそれを使ってる人の写真があればね、はい、もう少しイメージができる、はい、ね、物だけ持ってきてね、はい、これはどこのものだという、はい、よりは、はい、なんかそういう写真っていうのはね、はい、研究者の方が意図して撮ってなくても、はい、まあ、資料の中にあるんじゃないかと思うんですよ、はいはい、私なんかもね、はい、写真撮ってるとやっぱりそういうの出てきますからね、はいはいはい、そういうなのがなんか民泊にこうちょっと説明がついてね、はい、なんか一般の人も見れるような形になったらいいかなって、はいはい、なるほど。これはあれですね、展示を今後こうどうより良くしていくかっていう時に、今ねビデオとか入ってますけど、はい、あれはちゃんとしたビデオが入ってるんですよね、はいはい、誰かが作ったそのためにね、はい、しっかり撮影したやつですよね、そうそう、はい、そうじゃなくて
なんかなんかの民族の、はい、何気ないところとか、その展示してあるものがこう実際どう使ってるかとか、はい、特に展示してある民族の中でね、はいはい、調査に行かれた方が、はいはい、あのその何気なく撮った、はい、自分の研究資料としてこう一生懸命撮ったんじゃなくて、はいはい、何気なく撮った写真の中にそういうものっていうのはあるんじゃないかなと、はいはい、そういう、まあ、そういうのがまだ十分活かせてないっていうことですね。活かされてないしね、まあそういうの眠ってると思うんですね、はいはいはあ、だからそういうのがあったらちょっといいんじゃないかなと。おっしゃる通りだと思いますね。あの、はいはい、使うという資料としてもったいない、はいはいはい、私今自分の資料ね、はい、こうもう捨てるのがいっぱい出てきてね、捨てる時に、ね、捨てないであの民泊にぜひそう思うんですよ、はいはい、あのそういうのはね、はい、あのパイワン族のお祭りとかなんかとかいうのはね、はい、やっぱりこう写真出してるけども、はい、でもその何が何資料の中でね、あの文章の中に一言書いてるけれども、はい、その写真っていうのは、うん、出すね、はい、あの論文とかに出すときは写真いっぱい出せないですからね、はいはい、だからそういう写真がねなんか見れるような、はい、一般の人のためにそれはあの例えばデータベースで見れるようにとかでもいいんですかね、うん、データベースでもなんか来た人がね、まあ、なんかこう見れるような、はい、検索してみるとかでもいいし、うん、ということですね。検索したらなんか出てくるっていう、はい、なんとか族って言ったら食事風景とか、はい、そういうことですかね、はい、あのちょうど今あの私はあの中国地域の展示場の展示更新を今年度やってまして、まあ、もうあの大体決まっちゃってるんで、あの、まあ、言わない部分もあるんですがあの先生のご意見はあのごもっともだなと思います。まあ、そういったところでもう少しなんかこのなんかいろいろ写真撮ってますからね、はい、なんかこう物とその来館してる人をこのつなぐようなものがもう少しあった方がっていうことですよね、はいはい、そういうのは多分その写した中にあると思うんですね、はい、だから先生も捨ててしまわずにぜひ、はい、民泊にぜひご寄贈いただければありがたいです、はい。なんか今頃そういう技術は進んでるからそう難しくはないんじゃないかなと思うんですよ。そうですよね、あのスキャンしてあのデジタル化してとかです、ね、まあ、実際そういうあの事業も民泊ではやっているので、なんかうまくそれをこう公開して一般の人にこう還元していくっていうのをもっとこうやっていけたらいいのかなっていうふうに先生のお話を伺って思いました。まあ、私はね、あの学生、はい、大学で学生を教えてましたからね、はい、その人たちはね、はい、やっぱりそういう資料を見たいんですよ。あのなんか別にかっちりしたものだけじゃなくてそっちの方が楽しく見れる、ね、見れるっていうかね、なんかそういうものがあの1台でも2台でもなんか検索できて、はい、見れるって、はい、うん、なるほど、ありがとうございます。それは本当貴重なご意見で、あのぜひ何らかの形でうまくその埋もれているあの資料をもっとうまく活用していく方向に持っていけたらなというふうに思います。たくさんあると思いますね。そうですよね、じゃあ先生、今日はそんなところでしょうか。はい、今日もいろいろありがとうございます。長い時間にわたって失礼いたしました。ありがとうございました。大変勉強になりました。いえいえ、ありがとうございました。